ダレオス一世が、反乱軍の王、ガウマタに対して勝利したことを記念するレリーフ、描かれている人物は、左から順に、槍持ち、弓持ち、ダレオス一世。彼は戦勝者ガウマタを踏みつけている。さらにその右に命乞いをする9名の反乱指導者が、いる。左から、アーシナ、ナディンタバイラ、フラワルティ、マルティア、チサンタクマ、ワフヤズダータ、アラカ、 フラーダ、最後尾の尖り棒を被っている人物はスクンカ。ベヒストゥン碑文は、アケメネス朝のオーダレオス一世が、自らの即位の経緯と、その正当性を主張する文章とレリーフを刻んだ、巨大なマガイ碑。イラン西部のケルマンシャー州にある。レリーフ拡大現代ペルシア語での名称はビーソトゥン、であり、世界遺産の登録英語名もビソツンになっている。この語は、 B 卒運からなり、文字通りには、ブハシラという意味である。ディオドロスの、歴史総書2.1312、アルファーガンマシグマタウアルファーニューニューバギスタノンと、記されていることから、古代ペルシア語の名前はバガスターナだったと、考えられている。これに対応する中期ペルシア語の形はビヒスチンになるはずだが、中世アラブの地理書には、実際にはペルシア語、バヘストン。 ビフェストンを反映した形で現れる。フリードリヒシュピーゲルによるスケッチダレオス一世の碑文は、地上100メートル以上の高い場所にあり、高さ3メートル、幅5.5メートルの浮き彫りの周辺に、同じ内容の長文のテキストが、エラム語、古代ペルシア語、アッカド語という3つの異なった言語で書かれている。当初は、エラム語の碑文のみであったが、壁画像を追加する段階で、 アッカド語と古代ペルシア語の秘文も増補されたと見られている。エラム語は2箇所にほぼ同じ内容のものが書かれ、第1のものは323行、第2のものは260行からなる。アッカド語は112行からなる。古代ペルシア語は合計414行からなる。ベヒストゥン秘文は古代ペルシア語の現存する最古の秘文である。また、 浮き彫りの余白部分にも数多くの消碑文が彫られており、その大部分は浮き彫りで描かれた人物の説明である。碑文と同じ内容が記されたものがエジプトのエレファンティネ島出土のパピルス文書群から発見されている。このエレファンティネ等の文書から発見されたベヒストゥン碑文の写しはアッカド語版を底本にアラム語に翻訳されたものであり、 弾刊ではあるが重要な資料である。またバビロニアからアッカド5番の弾刊が発見されている。古代ペルシア語は近代歴史学史上初めて解読された設計文字の言語である。18世紀ヨーロッパからの旅行者がペルセポリスを訪れたことによって設計文字が再発見され、その後デンマークによる探検隊の隊員ニーブールが その正確なコピーをヨーロッパに持ち帰った。ドイツ人グローテフェントが、ニーブールのコピーを元に解読を試み、1802年までには彼なりの解読を得ていた。しかし、当時知られていた設計文字の文書は短文ばかりであり、詳しい分析のためにはより長いテキストが必要であった。それをもたらしたのが、 イギリス軍部官のヘンリー・ローリンソンによる、ベヒストゥン・ヒブンの解読であった。彼は岸壁によじ登って、ヒブンを写し取るという困難な作業を10年以上に、渡ってやり遂げ、1846年以降に、全文と古代ペルシア語部分の翻訳を発表した。彼の努力は報われるものであった。ベヒストゥン・ヒブンには、ダレオス一世時代の多数の民族の名前が、 記録されており、ギリシア語の詩書やサンスクリット、アベスター語との対象によって、多数の古代ペルシア語の設計文字の音化を確定することができた。グローテフェント以来の古代ペルシア語の解読はここに、ほぼ完成した。ローリンソンはまたエッドワード・ヒンクスの研究をもとにして、アッカド語部分の解読を1851年に発表した。 1852年には、エドウィン・ノリスが、エラム語部分の解読を発表した。エラム語部分の解読は、エラム語が、基地の言語との親族関係を持たなかったため、難航した。しかし、ローリンソンから、研究ノートを譲られたノリスは、1855年までには、その大部分を解読することに成功した。これらの結果は、設計文字と古代メソポタミアの研究に、 大きな進展をもたらした。ベヒストゥン秘文の文章は、アケメネス朝の王ダレイオス一世がその出自、支配する領域、アウラマズダガ神から委ねられた、王位、反乱の鎮圧について、同語反復的な表現で自ら語るというスタイルを取る。秘文はまず冒頭で、アケメネス以来の家計を記し、ダレオス一世が正当な王家の血統に連なる、ことを示す。要は ダーラヤワウ、偉大なる王、小王の王、パールサの王、諸方の王、ウィシュタースパの子、アルシャーマの孫、ハカアマニシュの末。王、ダーラヤワウは告げる、世の父は、ウィシュタースパ、ウィシュタースパの父は、アルシャーマ、アルシャーマの父は、アリアラムナ、アリアラムナの父は、チャイシュピ、チャイシュピの父は、ハカアマニシュ。王、ダーラヤワウは告げる、このゆえに、我らは、 墓山に助と呼ばれる。王石より我らは、勢い家である。王石より我らの一門は王家であった。王、ダーラヤワウは告げる。我が一門にして、先に大谷氏は八人、世は、第九位。二系に分かれて九人、我らは王である。王、ダーラヤワウは告げる。アウラマズダーの行為によって世は王である。アウラマズダーは王国をあまりに授けたもおた。 ベヒストゥンヒブン古代ペルシア語版、第一乱暴党より。続いて、ダレオス一世が支配していたアケメネス朝の半島、シルス。王、ダーラヤワウは告げる。世に帰属したこれらの国アウラマズラーの魚医によって、世はその王となった。パールサ、ウージャ、バービル、アスラー、アラバーヤ、ムドラーヤ、海辺の人々、スパルダ、ヤウナ、ウナマーダ、アルミナ、カトパトゥカ。 パルサワ、ズランカ、ハライワ、ウアーラズミー、バークトリ、スグダ、ガンダーラ、サカ、サタグ、ハラウアティ、マカ、ケー、23三国。ベヒストゥンヒブンコ大ペルシア語版、第1ランボートより、そして、カンビューセス2世が、兄弟のスメルディスを密かに殺したが、その後にガウマータという人物が、スメルディスを自称して、 カンビュセス2世から国を奪い、王家の人物を粛清したこと。しかし、ダレオス1世が、アフラマズダーの加護によって、ガウマータを倒して王位についたこと。その後に、各地で反乱が起きたがそれらを鎮圧したこと、とんがり帽子の坂に遠征したことなどを記す。この反乱の鎮圧は、ダレオス1世自身の系譜の提示と並び比文の主題であり、最大の分量を占める。 また、ダレオス一世は、この秘文に登場する、思考神、アウラマズダーの御意によって、王となり得たと記るし、一種の王権真珠説を、示している。このアウラマズダーは一般に、ゾロアスター教の最高神アフラマズダーを指すとされ、ゾロアスター教が、国の権威であることが示されているとされる。ただし、アケメネス朝時代の宗教を、ゾロアスター教と定義することについては、 議論があり、様々な説が提出されている。いずれにせよ、アケメネス朝時代のゾロアスター教は、後のサーサーン朝時代のゾロアスター教や、現代のゾロアスター教とは大きく異なった姿をしていたと考えられており、また一元的な国境の存在を想定することはできないと考えられている。第四欄の末尾には、 この碑文の内容が年度版と比較に転写され、読み上げられたこと、そして支配下にある処方へ送付されたことが記されており、先に述べた、エレファンティネ等のアラム語版やバビロニアのアッカド5番段階は、これの実物とみられる。2006年に碑文を含む間イが、ユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。古代ペルシア語は、インドヨーロッパ語族に属し、中世ペルシア語、パフレビー語、サンスクリット、アベスター語等と近しい関係を持つ。また、アッカド語は、アフロアジア語族に属し、アラビア語やアラム語、ヘブライ語と関係がある。非文中に、ゾロアスターへの言及はなく、また、ゾロアスター教においてアフラマズダーと対を成す悪心。 アーリマンへの言及もない。エミール・バン・ベニストは、当時のアケメネス朝の宗教について、はっきりとそれが、ゾロアスター教であることを示す。いかなる証拠も存在しないとし、アウラマズダーという神格は、ゾロアスター教よりも古い起源を持つものであると、指摘する。そしてこの時期に存在したアケメネス朝の宗教は、ギリシア人たちが記録した、ペルシア人の宗教である。 マゴスの宗教とも、ゾロアスター教とも異なる、マズダー教とでも呼ぶべきものであったとする。一方で、ゲラルド・によりは、マズダー教とゾロアスター教を等価として扱えるもので、あるとし、アケメネス朝の宗教は、ゾロアスター教であったと格言する。ありがとうございます。